こんばんは、本とうたたねの春のちなみです。今回朗読する本は村田沙耶香作殺人出産。冒頭から繰り出される衝撃的な会話にゾッとしながらも引き込まれます。セミの声が聞こえる。会社が入っている灰色のビルの裏手にある街路樹には、毎年たくさんのセミが住み着いて、騒音に悩まされる。女子トイレはちょうどその木の真ん前にあるので、曇りガラスの窓越しに壊れた電子音のようなやかましい声が響いてくる。みずほさんが海人になるつもりだったなんて、全然気づかなかったです。真夏に近づくにつれて激しくなる騒音に顔をしかめている私の横で、後輩のちかちゃんが歯ブラシに歯磨き粉をつけながらぼやいた。いくこさん、聞いてました？うん、全然知らなかった。みずほさんがそんなにまで思う相手ってどんな人なんだろう。今、34歳ですよね。1年で一人頑張るにしたって、産み終わったら44歳か。それまで一人の人を思い続けることなんてできるのかな。途中で辞めちゃう人も結構いるらしいからね。私は日焼け止めを塗り直しながら言った。オフィスではブラインド越しに日差しが入ってくるので、室内でも日焼け止めはちゃんと塗ることにしている。白く浮かないように丹念に肌に伸ばしている私の横で、ちかちゃんがため息をついた。前の部長も海人になるって言って辞めていきましたよね。今どれくらい産んでるんですかね。もう6人だって聞いたよ。一回双子が生まれたからね。みんなすごいな。私憧れちゃいます。ちかちゃんの無邪気な様子に私は苦笑した。まあ憧れる気持ちはわからないでもないけど、実際になるのは難しいよね。そうですけど。ね、いくこさんは今殺したい人っていないんですか？私はコンパクトを開けてファンデーションを塗りながら肩をすくめた。そうだな、ちょっとだけ気になってる人はいるかな。でも一生かけて殺すのに本当にその人でいいかっていうと悩んじゃうんだよね。聞いてくださってありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録もよろしくお願いします。それではおやすみなさい。良い夢を。